物価の高騰が長引く中、松山市は住民税が非課税の世帯を支援するため。新たな給付を行うことを決めました。松山市は国の交付金を活用した物価高騰の支援策として。今年度に新たに住民税が非課税になる世帯などを対象に。一世帯当たり十万円を支給します。対象はおよそ一万四千世帯で。 7月上旬に申請書を送り7月下旬に給付が順次始まりますさらにこの対象世帯のうち18歳以下の子どもがいる場合は子ども加算給付金として子ども1人当たり5万円が追加で支給されます子ども加算給付金の対象世帯には7月下旬に養育確認書を送り9月上旬に給付が順次始まります また1人当たり所得税と住民税合わせて4万円が減税される国の定額減税の対策で松山市は減税しきれない納税者およそ10万人を対象に差額を給付します。